上的对象。 お願いします。 在上。
10対3。 よし。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 
Push up. Thank you.
Oh.
Okinawa,
心捉えてるから相手一点に集中したからこちらこういうことになってる落とせるこれ大体動くかもしれない、うん、全部相手じゃない、はい、どれからかやそれさえ出して形生まれてくるから相手の場合は技には見る名前がないから縛られることはない。ご心配。皆さん個人の技を知らない。なぜ名前で。だがれ立ち技はしっかり。床をガッと噛むコツを覚えないとできないよ。畳をしっかり噛むためには噛むひざを使う。姿勢をピシッと。こうやって溜まって最後にフィニッシュで回すのはあまり途中終わりない。途中で迷うと噛疲れ。噛疲れると困るのよ。逃げよう逃げようとする今の場合これだけわざ逃げないとな電信柱のような塊というのは相手がそう感じるように慣れていく。何も電信柱ガチガチの悪いに慣れていく。相手がそう感じるような体の変化。30センチに標的や、そこをプッシュする。そうそう、その力をここに指令のコンピューターが与えてるんだよね。で、来た。それで、ふっとここが、よっ急にこの壁が動いた。そうそう、コンピューター、うわっだけ持ってるわけ。よく階段降りてて、もう一段持って行ったら、ない場合あるだろう。ここに来るだろう。ドーンと。経験あるけど、薄暗い階段、たまらない。ぐーっと、ここ突き抜けるな。別に踏んづけたわけじゃないのよ。ただ、うちのお竜つぶれた生きたらなかった。あれだよ、あの現象。うん、あまあ、逆も言え、もう一度だと思ったら、中ってどこに出るのもある。あ、かわいい。ここで目で、なんかそう思った瞬間、知り合えてんだよ、全部足になって。とか、それが瞬間や。なかったら変化した場合に。説明はすぐに変化してる。ただ、考えたらできるかな。ただ、結果が欲しい。
両手触れた。触れた時にもうここに体を預けてる。で今非常に重くなってきてる。重くて。そこのところで、送り込んだ。はい、来た。小さな来た。これだけ小さい。ちょっと、もし一歩入れば、かなり強烈。まず大きくやってみる。どんどん小さな来た。しまい、これ。お願いします。さあ、いらっしゃい。